電気通信大学の森山です。指先の触覚を体の他の部位に転移するデバイスの開発というプロジェクトについて発表します。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介ですが、私は今電気通信大学の博士1年で梶本研究室に所属しています。で、主に触覚 VR ヒューマンインターフェースといった研究分野で戦っていて、触覚を使って、ハプティックスエンターテイナーとしてですね、触覚を用いて新たなインタラクションデザインを日々追求しています。その中でも今ここ青く塗られている触覚転移技術っていうものについて深くですね研究していて、今回この触覚転移というフレーズがこのプロジェクトのキーワードになります。はい、ではまず触覚転移という言葉なんですが、触覚転移というのは体の触覚を体の他の部位に代行させる技術についてを指します。これはですね、特に義手関連とかそういった分野でよく用いられる方法なんですけども、義手を通じて指に生じる触覚情報を腕にだったりとか、あともしくは足だったりとか、そういった失われた触覚情報を身体の他の部位に提示することでカバーする、そういった技術のことを指します。で、この技術はですね、主に私たちが作業する上でですね、欠かせないこの指を対象していることが多くて、私のこのプロジェクトも今回指を対象として、題目にも指というのが挙げられています。私も大学院入学後からこういったデバイスを作ってですね、触覚を代行する技術に着目して、触覚転移という言葉自体を生んで、ではいろいろ研究していたわけです。で、健常者に対して指に生じる触立覚を腕に代行させることで私たちの振る舞いがどう変化するか、そういったデバイスをこうやって作ってきてですね、嬉しいことに今表示されているデバイスは受賞もしたわけで、デモ賞を受賞したわけでして、この技術は健常者でも一般化し得る技術であるということを確信したわけです。で、本プロジェクトは指の感覚をどこかに転移するプロジェクトになります。では、その転移先についてなんですけども、今回は背中をチョイスしました。指から腕とか顔っていうか、僕の研究も含めて、あるんですけども、背中はまだ検討されていなくて、しかも転移先としてはやっぱり常に体験中フリーであることが多いですね。しかも大面積に転移できるっていうことから、新たに背中がフロンタルになりうると考えて、ホームプロジェクトは指先の触覚を背中に転移するプロジェクトとなります。で、今回開発したデバイスは2つありまして、シンプルイズベストっていうベスト型 のデバイスと、あとハーベストっていう、あとハプティックス AR ベストでハーベストっていう2つのベストを作りました。で、それぞれですね、ちょっと出せる食感というのが違いまして、ハーベストっていうのはこのシンプルイズベストと比べてより質の高い食感を提示することができて、それぞれですね、安価とか効果っていうデメリットメリットはあるんですけど、そのコンテンツに応じて使うデバイスを使い分けることができます。じゃあ、どういったコンテンツ応用が効くかということを私が考えた中でマッピングしてみましたと。例えば右上の作業支援とかリハビリといった質の高い触感が必要なものがあったりだとか、VR やエンタメといったどちらでもないような分野で活躍進化を発揮するものが分野としてあると思っていて、今回はですね、まずはということで記号的な触覚を提示してもある程度楽しんで遊べるVR AR をこの 転移技術を活用できるのではないかと思って、ここに着目してやりました。で、まずはですね、 AR VR が抱えるある課題に対してこの触覚転移技術を使ってですね、ある課題を解決させようと考えたわけで、これが私の水戸新生機関のまずはの目標でした。安価なヘッドマウントディスプレイが台頭したことによって、いろんな VR AR を体験を豊かにしようといろんな触覚転移デバイスが提案されてきて、指先に装着するものからグローブ形状のものがあるわけなんですけども、ある問題を抱えています。で、そのある問題というのがやっぱりどうしてもですね、複数指にそんなにたくさんデバイスつけてると物理的な干渉が起きてしまうよといった問題だとか、シンプルにでかくて煩わしいっていう問題が あるわけで、そこで私は触覚転移に戦うフィールドここにあるんではないかと思ったわけですね。この問題の現実的な解決策の一つとして、指先に対応する、指先の触感を背部に転移することっていうのを考えました。もう一度言いますが、なぜ背部かっていうのは、常にですね、フリーである、遊んでる時フリーであることが多くて大面積に転移できるっていうメリットがあるからです。で、今回提案する手法は指先の感覚を振動感覚として背中に転移します。で、ただし決して背中がかゆい人の動画ではなくてですね、ちゃんと背中に転移してるわけですね。これで、ただ振動子1個2個とかそういった世界ではなくてですね、超大量に高密度にこの振動子を配置して、実現しようと。
振動子の数は144個ですね。指先が触ったこの力の分布というものを144個の振動子で提示します。なぜ144個かというと、これハイブが個々の振動子をですね、知覚できる最大の数なんですね。つまり生理学的に有意な数で144個という数が出てきています。でマッピングの仕方もですね、手のひらを全体マッピングする方法もあれば、まあ、指先1本だけをマッピングするとか、いろんなモードがあると考えられています。まあ、関連研究でもこういった研究はあるんですけど、こんなに大面積に高密度に高解像度にっていう触覚転移のデバイスはまだないということで、まあ、マウントが取れるフィールドの一つだと思っています。はい、ではコンセプトのおさらいです。触覚、指先の触覚をハイブに定義するデバイスを作りましたと。144個の振動子が独立して駆動して、これによりハンズフリーでインタラクションが可能になるということですね。ではこれからハードウェアの説明をします。まあ、シンプルイズベスト、と言ってるぐらいなんで、非常にシンプルな、まあ、回路構成になっていてですね、この青い部分に1ユニット、18個のですね、まあ、背骨のように独立した基板が18個こう並んでいて、一つの基板に一つのシフト入れしただけが、まあ、使われていて、この一つのユニットで8つの振動子を駆動することができて、で18個ユニットがあるってことで、まあ、合計144個の振動子を独立して駆動しているということです。マイコンは PC との通信で1個しか使っていません。システムとしては、まあ、コンテンツ、そして視覚提示はユニティ側で行っていて、指のトラッキングをリープモーションで行って、指の判定、接触判定を行った後、プロセッシングでマイコン側に、値を、どんな値かということと、まあ、位置と時間というパラメータを投げて制御をします。この2つしかないので、シフト、どのシフトでしたの、どの振動しか、そして何秒間提示するかというパラメータだけを調節します。 VR 空間と連動するとですね、まあ、このオレンジのあれ、これがですね、指だと思ってください。指だと思ってください。で、振動子と指が連動してるんですけども、やっぱり触覚は見ただけでちょっと伝えられないのでですね、振動子がある部位と対応して LED が光ってます。で、例えばこうやって VR 空間中でこう箱をつつくと、ちょっと今ラグがありましたけど、まあ、指の先端でですね、つついてるから、ベストの、上部の方がちょっとこう振動していることが見れると思います。でこれだけでちょっと分かりにくいと思うので、デモでちょっと一瞬見せたいと思います。で急遽ですね、この LED を貼ったわけで結構雑な作りになってるんですけど、こんな感じでテープ LED が貼ってあると。でちょっと VR 空間は今準備できないので、代わりにこのグローブを使ってですね、私が受けた触覚をマネキンに伝えます。触覚のデモはですね、誰にも共有できないのでですね、ちょっと厳しいところなんですけど、これはですね、こうやって私がコロコロって転がすと光ると思いますが、これは振動子と連動していて、まあ、後ろ側でマネキンが感じてるわけですね、振動で。まあ、結構分解能高くてですね、こうやって指に対応してその部分が振動すると、今は光で見せてるっていうデモです。これはデモをやってるので、ぜひ体験しに来てください。はい、でこういったデバイスを作ると、大体一番最初に出てくる問題というのが、この質の担保と体験の整合性は果たして本当に取れているかという疑問です。で納得できる体験が実際提供できているかどうかというのをですね、まあ、国際学会を含めていろいろな場所で展示してきました。で延べ200人が体験してくれて、でそれと同時にアンケートを一緒に取っていました。コンテンツとしては、例えば人差し指だけをマッピングした状態だったり、親指と人差し指をハイブにマッピングしたり、手のひらをハイブにマッピングしたりといった、そういった3つのコンテンツでデモをしてきました。まあ、こんな感じでですね、こんな感じでって言ってもちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、まあ、国際学会のデモ動画なんですけども、最初はこうゾワゾワ感が気になって、いろいろこう指を動かしてですね、体験に慣れていくっていう様子が まずは取れましたと。で200人体験してくれて、そのアンケートをしたんですけども、いろんな項目あるんですけど、一番大事なこのエンタメでのこの2つの項目についてちょっと お伝えします。まあ、指先体験として楽しかったかっていうのと、指先とハイブの対応付けは簡単だったかっていう質問ですね。まあ、結果としては 80% の人が背中への対応付けっていうのは簡単であった、むしろ時間もかからなかったので、触覚転移装置として結構
まあ、楽しくできたというふうに言ってくれて、まあ、体験として楽しかったら5点中 4.5 点を獲得したので、まあ、VR 空間中の新しい触覚停止法としては、まあ、一般化しうる技術なのではないかなというふうに考えたわけで、でこの体験に対してほぼ半分以上の人に現実世界でもこのテクノロジーは使えることは使えるんじゃないかというふうにそういう意見をいただいたわけで、そこで次のフェーズに移ったわけです。まあ、次のフェーズというのは現実世界でも使えるベストの開発で、現実世界の健常者が使うとなると、例えばこう作業の支援だったりとかリハビリとか、そういったあとナビゲーションだとか、そういったまああの応用先があり得ると思います。でそのためにはより質の高い情報量の多い触覚が提示できるベストが必要になると考えて、それを開発したわけです。で現実世界の触覚情報を拡大拡張するっていう意味で、今回このハーベスト、ハプティクス AR オーギュメントリアリティベストというふうに名前を付けました。で、あの現実世界で使えるようにっていうことで、まず指のセンシング部、グローブをまず作ったあのを用意したことと、あとこのハイブの触覚提示部っていうのをよりですね、リッチな触覚が出せるアクチュエーターに変えたっていうのがこのハーベストです。今まではですね、変身モーターを使っていたんですけども、今回はこのフォースリアクターというアクチュエーターに変えました。あのフォースリアクターは何がいいかというとですね、圧倒的に応答性が高い、センシングモーターの30倍もあるのでですね、応答速度が、つまりあのこう細かい細い線に触った時もわっと感じるこの変身モーターでのアクチュエーションがですね、よりこう綺麗な線として、まあ、ハイブに伝わるんですね。今の説明で分からない人はぜひデモを体験しに来てくださいと。で、あと広い周波数範囲を出せるんですよね。いろんな食感があの再現可能です。例えば氷に触った感覚だったとか、まあ、そういったあの1、0だけの感覚ではなくて、いろんな幅広い触覚が提示可能です。で、これも同じくですね、シフトレジスターのみで駆動を実現していて、まあ、先ほどと同じ回路構成になっています。で、今回はパラメーターがですね、増えます。位置と時間だけではなくて、強度、どのくらいの振幅で振動させるか、どれくらい強く触ったかというのをより明確に分かるようになります。あと周波数ですね。どの周波数で駆動するか。この2つのパラメータが追加で。で、あのベストを着たことない人向けなんですけども、まあ、とりあえずあのみんなできると思いますが、脱着が簡単です。で、羽織ってファスナーを締めるだけで、でやっぱり振動ベストなんでですね、こうやって強く締め付けるベルクロが横にあります。密着感は大変大切です。で、先ほど見せたデモでは、指先のグローブ、なんかグローブセンシンググローブが出てきたなって思った人もいたと思うんですけども、こういったまあグローブがありまして、失礼しました、こうやってですね、指1本につき50点の圧点をセンシングできるような、そういった圧力センサーをあのまあ用意しましたと。これは特注品です。で、実際にこうやってまあ連動しますよっていう、さっき見せたものと同じとかですね。で、制御パラメータは4つあります。まあ、位置と時間と強度と周波数。これはですね、プロセッシングだけを通じて、やっていてですね、このシフトアウト T という関数を呼ぶだけで制御は可能です。じゃあこのベストで一体何ができるようになったのかというのを動画でお見せしたいと思います。まあ、まずは豆腐を崩さず食べられない全人類へ朗報です。はい、じゃあこれ目を閉じて、絹ごし豆腐ですよ。食べられない全人類へ朗報です。持てない。これ目を閉じて。頑張って。絹ごし豆腐ですよ。食べられない全人類へ朗報。あ、いけそう？やっぱ難しいよね。頑張って。絹ごし豆腐。無理。はい。はい、じゃあまあ難しいよねっていう話で、これ目を閉じてですね、初めて絹ごし豆腐をですね持ってもらったんですけども、まあ難しい。手がかりになってる感は。これ一発目でなんと振動子オンにしただけで。モテてしまったという。できてると思ってる、うん、おーできた、やりたいっていう感じでですね、あの触覚を拡大拡張したことでより細かなこうあの作業ができるようになったという一例です。はい、で、あのもう一つあるんですけども、このかあの女性は右左利きなんですけど、初めて右で箸を使ったと。で、その時目をつぶって絹ごし豆腐を持ってもらったんですけど、まあ、当然ながら難しい。ちょっと一回今若干モテそうになったんですけど、まあやはりちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうよねっていう。持ってもらったんですけど、まあ当然ながら難しい。ちょっと一回今若干モテそうになったんですけど、で、実際にバイブレーションをこれオンにしてあげるとですね、モテてしまうと。
いうことで、細かい作業がこのベストでは支援ができるのではないかという、そういう提案です。で、この女性はですね、実際指先で持った感覚は全くないぐらい全然わからなかったけど、目を開けてたら持ててたっていうふうに言ってくれたので、そういった微細なですね、指先の触覚を拡大拡張する、そういった目標に対してある意味ゴールが一つですね見えたかなと思っています。で、この一例がどういうふうに使えるか、どういうことに使えるかっていうんですけど、当然繊細な力の分布を背中で提示することができるようになったことで、より細かなですね、こう手術用のロボットのでの、応用だったりですね、師匠がですね、壺をろくろを回してこう正しい作り方を教示していく中で、あまりにも素人はそれをコピーするのは多分大変だと思うんですけども、例えば弟子がこうベストを着て、で師匠がこのグローブをつけてですね、ろくろとかをこう作っていく中で、指先の触覚をより拡大拡張して伝えることで、学びがこう充実していくのではないかと思って、一つの提案として挙げさせていただきます。師匠の背中を見て学べという理不尽な言葉があると思うんですけど、やっとその発言に対してテクノロジーが追いついてきたっていう、そういう、デバイスですね。はい。あともう一つなんですけども、アウトプットインプットが逆ですね。指先がもう背中になっているわけですから、こうマッサージとして使うこともできるのではないかと思っています。でさらにですね、周波数可変なので、例えばですね、氷を持っている感覚だったりっていうのを、実際に背中で実現する、ちょっとわざとらしいんですけど、ことができると思います。で最後にプラスアルファの用途なんですけど、物理量の変換ですね。つまり触覚という触覚以外にも使えるのではないかという提案です。こうやってですね、熱中して喋っているとどうしても人にぶつかってしまうと、で戦争が起きてしまうと、でそこにですね、超音波センサーとか人感センサーをこのベストのに取り付けることでですね、距離を今度は触覚振動感覚として提示することで、それが回避できるといったことにも使えるのではないかと思います。ここからは開発者向けの情報なんですが、SDK をですね、成果を公開予定なので、ぜひこのデバイス私が作って送りますので、使いたいという人はこういう使い方もあるんじゃないかという意見をですね、ぜひいただければすごい幸いです。では最後まとめます。開発したビスは実はバージョン6まであったんですが、今回バージョン5とバージョン6の2つを、お伝えしました。でこれらはよりもっと多くのところで展示することで、その進化というものを伝えていきたいと思っています。で実際にですね、もっとアルゴリズムとかそういった制御の方を工夫していって、体験の評価をどんどん行っていって、その論文とか、今も結構出しているんですけども、もっと出していって、その触覚転移という言葉の認知に努めたいと思っています。で最後なんですけども、梶本研究室の梶本先生と、先輩ご飯の皆様に、大変のちょっといろいろ助けてもらったので、感謝の念を込めてスペシャルサンクスということと、あと触覚転移との出会いに、スペシャルサンクスということです。以上で発表を終わります。ありがとうございます。